韓国と北朝鮮の軍事境界線があるパンムンジョムで、日本でも人気の歌手ボアさんらが参加し、南北首脳会談から1年を記念したイベントが開かれました。北朝鮮は参加しませんでした。パンムンジョムでは27日午後7時からボアさんら韓国、中国、日本、アメリカのアーティストが朝鮮半島の平和を祈る公演をしました。韓国政府はムンジェイン大統領と北朝鮮の金正恩委員長との首脳会談から1年を記念してこのイベントを開きました。北朝鮮に開催を通知したものの返事がなかったということです。2月の米朝首脳会談が物別れに終わり、非核化交渉が難航する中、北朝鮮はアメリカへの反発を強めていて、南北の交流も行き詰まりを見せています。